スモールさんインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオです。スモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、萩原直也のスロートーク。皆さんこんにちは。今月もスモールさんインターネットラジオ萩原直也のスロートークの時間がやってまいりました。今から約30分、スモールさんの M&A プロデューサー萩原直也さんとゲストの皆さんと一緒にいろんな話題についてスローに語っていきたいと思います。今月もアシスタントはおなじみ水瀬亜希です。萩原さんよろしくお願いいたします。はい、お願いします。イエイイエイ、ついについになんと今回、はい、100回目です。イエッホー。いやこれだからね、ちょっと俺も忘れてたんですけど、2014年からやってると。おお。だから何年、だから6年ですね。6年、ん、6年、6、あ違う、8年だよ。あ、そうだ計算ができなくなって釣られてしまった。8年、いやいや、はい、8年もですね、あのやってると、まあ長くやってるとそれなりにね、なんかあのインパクトもあったりとか、はい、うん、あのまあそういう反響もあったりしますが、はい、まあ、100回ということですね。ブラボー。まあ、やっぱ続けることはまあいいことだよね。素晴らしい。うん、まあ、なんだかんだ言いながら、はい、というわけで100回ということですね。何か少し新しいことやろうかなと思いまして。ほうほうほう。101回目から行くわけじゃない、はいはい、うん、まあ、世の中は大変ですけどね。というわけでですね、僕がすごい敬愛してですね、はい、あの尊敬をしているあの一人の起業家を今回、おサンフランシスコからね、まあ、翔平来てねえけどそうそうですねあのちょっとね、あの衛星回線じゃないけど、はい、まあ、あのネットでつないでですね、はい、今回ちょっと参加してもらうことになりましたので、じゃあちょっと紹介を。はい、はい、本日のゲストはエニープレイスコーファウンダー&CEO の内藤スティーブ悟さんです。内藤さん本日よろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。エニープレイスの内藤です。イエイイエイ、ありがとうございます。どうもどうもどうも。割と毎年のように言ってたんですけど、ちょっとコロナでね、あの会えなくなっちゃったんですけど、まあその辺話は後でしますけど、今何時ですか、どっち。今6時ですね。6時こっちは夕方の、午後6時、はい、午後6時で、我々が今鳥なんですけど朝10時、だから前日だよねこれね。そうですね、今日だから今日1日前になるよね、はい、そうですね。ああ、なるほど、はい、夕方、今日1日働いたのちゃんと、まあ、知らんがな、ね、なんてこと、頑張って働いて、で記念すべき100回目に読みたい。 ありがとうございます。いや、はい、いいこと言う。8年は8年はすごいですね。あ、本当、なかなかで、うん、内藤さんそっちって何年だっけ。もあ、でも結構だ、言われてみるともう8年とか経ってるかもしれないですね。だから同じぐらいのタイミングです、はい。何年卒業でしたっけ、学校は。2013かなんか、ちょっと1年休学してたんですよ。あ、半年ぐらい留学してたんで、はい、そうか、その辺後で面白いかったけど、でも同じぐらいのタイミングで2014年の4月から始まってるから、はい、もしかしたら同じタイミングですね、はい、うん、確かに同じ、僕が、はい、サンスコに大学卒業していった時ぐらいにスタートしたのかもしれないです、ラジオも。これは数奇な運命を不思議な縁を感じますわ。まあ、なんつうか2人とも生き残ってるっていうね、はい、あの会社もね10年生き残るの大変だって言われたからそうなんだよね。まあ、そういうわけでちょっといろいろなね過去もあります。今ちょっと、エニープレイスさんの仕事はざっくりと、まあ、サンフランシスコで今仕事してるの。そうですね、私、はい、サンフランシスコにいます。お、なるほど。でも世界中飛び回ってたけど、今どうなの、サンフランシスコの状況って。こう外国人、サンフランシスコは、はい、あのもう日常戻ってますね。みんなマスクもしてないですし、汗もレッスンもしなくていいし、本当もうコロナはもう終わった感じが。マジ、はい、はい、日本なんかまだね、ほぼ外歩いてるとほぼ 100% まだマスクだもんね。マスクですね、そうですね。もう外国の人来てたりするの、じゃあ結構。もう海外から、はい、来てますし、日本人もやっぱり戻りやすくなったんで、あの、あ、日本にね、自粛がなくなったんで、はい、なので出張者も増えてます、日本から。で外国人も増えてます、こっちも、はい、なるほど。じゃあ割と、あの一時期ちょっと若干気になってたの、アジアヘイトみたいのっていうのなんかこう、スティーブさんから見てあるの、うんうんうん、どうなの、ちょっとこっち聞いとこうと。あ、ニュースでは見ますね。あの私が感じたことはないですか、肌でそういうアジアヘイト受けたことないですけど、やっぱりニュースで見ますね。なるほど、はい、
まあどこの世界でもいつの世もありますからね。まあそうですよね。そういうに言っちゃうと同じっちゃ話あるけど、サンフランシスコはでも割と人種のルツボだからね、そういうのなさそうな気がするけどね。でもあれなんですよ、やっぱ中国人が一番多いんですよ、サンフランシスコって。アメリカの都市の中でチャイナタウンも一番、アメリカで大きくて、で市長も前はアメリカ人だった、すみません、アジア系のアメリカ人だったのかな。で、で結構なので、なんかこうあれですね、あ、私多い分、チャイナタウンでこうちょっと暴行受けるとか、そういうニュースたまに見ますね。違う人種の人から。でやっぱ皆さんこう日本みたいにベースのそのなんか教育水準も高くないんで、本当にそのこれはなんか中国人が持ち込んだ病気だとか、そういうの信じちゃう人もいるんで、本気でそのそういうことしちゃう人もいるんで、はい、やっぱ当たり前が違いますよね。なるほどね、こっちいると。はい、まあ、みんな実は日本もね、頭の中でそう思う人いっぱいいると思うんだけど、行動に出るかどうかっていうのはアメリカと日本の大きな違いだよね。そうかもしれないですね。みたいな話なんかもですね、はい、ちょっと本番のところでちょっと次聞いてみ、具体的にちょっとね、いろいろビジネスの中で全く聞いてないので、はい、あかんかん、はい、これから聞きたいと思います。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。萩原直也のスロートーク。あなたならどの資格を目指す？大きくなったら忘れてしまうと思うんです。でも先生に愛されていたんだっていう思いはずっと残っていくんだと思うんです。この手一つで人を幸せにできるっていう仕事、なかなか他にはないと思うんですよ。お客様がどんどん笑顔になっていくので、それをまた見たいと思うから続けてます。誰かを幸せにしたいから、ブラッシュアップ学び。萩原直也のスロートーク。はい、では内藤さんにちょっとお話を伺いたいのですが、はい、いろんなメディアで取材を受けられていて、うん、まあ、ネットで探してもいろんな記事がたくさん出てくるんですけれども、大学在学中にもう企業イメージがあったっていうことなんですか？そうですね、大学入った時はもう就職したいなって思ってたんですけど、はい、思ってたんだ。もう思ってました、その時は。ちょっとで、もともとは実家が本当零細企業、山梨に実家があってですね、零細企業、父親が営んでいて、でもうそのまま行けばこう次期後継ぎで社長みたいな感じになっていて、なのでなんかこう近くで父親見てるんで、社長ってなんか簡単だなと。父親が社長だったら、いや、その舐めてない。いやその父親が社長だって自分も黙ってても、父親の次は社長になるんだったら、あ、社長ってなんかこんなものかみたいな、その敷居は低かったですね、その社長にとかそういう商売をすることに対する。で、ちなみに何業されてたんですか？木工機械の製造業なんですけど、修理とか木工機械の部品売ったりとか、そういう、はい、そうなんですよ、まさに。で、ただそんなに自分自身はなんかこう面白そうじゃないなとかこう思ってたりして、でも逆にこうドラマとか見るとこう、ある意味こう会社員がこう酔っ払って、でお土産買ってきて帰ったぞみたいな見てると、なんかこういう方の方がなんかスタイリッシュだな都会な感じがしたんで、こういう感じ行きたいなって思って、で東京に出ようって言って立教に行ったんですよ。でもう就職するぞみたいな、はい、そういう流れちょっと軽いなって感じと。まあ、なるほどね。で、そうかそうか。だから大学帰るときはなんか何かこうメラメラ燃えてるものがあるわけではないってことか。そうですね。大企業に就職するぞぐらいな感じだったんですけど。そうなんだ。でも大学在学中にちょうどその大学2年生の時に、Facebook のザッカーバーグの映画ソーシャルネットワークっていうのが上映されて、ちょうどその時は僕は大学2年生で、ザッカーバーグの大学生の話なんで、それでこうシリコンバレーとかこちらのある意味スタートアップみたいなのに触れて、その世界知って、こんな世界あるんだと思って、自分と年変わんない人たちが世界にインパクトを与える事業を作ってるっていうので、シリコンバレー存在知って、どんどんそれで興味を持ってですね、で調べていくうちに、いや自分も、はい、同じ人間なんでこっちやってみたいなと思って、はい、こっちもしやりたいなと、はい、それは 何年生の時、2年ぐらいの時っけ？2年ですね、だから19、20とか。そういやそうか、だからさ、なんか小さく収まってないよね、そもそも発想が。でその後どうすんの？こう大企業にやっぱり就職しようってしぼんでったわけじゃないんでしょ？
そうですね。で、仕事振ったよね。日本の当時、はい、スタートアップとかでインターンして、なんかどういう世界があるのかなみたいな、はい、国内のスタートアップでインターンやったんだ。そうなんですよ。でもはい、うん、ほいで、でもやっぱりシリコンバレーはシリコンバレーって話聞くんで、まあ、実際行ってみないとなと思ってですね、うん、で休学して半年ぐらい、本当語学留学みたいな感じなんですけど、はい、こっちで行ったんだ。行ったんですよ。すごい。どうだったの？じゃあサンフランシスコに、だからシリコンバレー、シリコンバレーというのは位置的に言うとサンフランシスコの真上ぐらい、ね、ちょっと南か、南側だ、はい、うんうん、その方で、まあ、あのエリア一帯は、まあ、なるほどなるほど、同じですよね、はい、でどういう印象だったの、こう行ってみて。でやっぱり行ってみてあれですね、まあなんか田舎だなって思ってた。ごめんねえの。まあでもそのやっぱまだ学生なんで、すごいその、まあ、Google のオフィスとか Facebook のオフィス見て、うん、こう肌で感じるみたいなのはあるんですけど、やっぱり本当にスタートアップの本当の人とはこう相手してもらえないんで、もっと長くこっち来て何かいるべきだなと思ってですね、うん、でそこからその、まあ、シリコンバレーのスタートアップのこうトレンドとかブログで書くようになって、それがすごい読まれるようになって、はい、ちょっと大学在学中にスタートアップとか、まあシリコンバレーの動向みたいなのブログで書いてたの？そうなんですよ、ブログで書いてて、どうやって情報はもういろんな人から聞いたのをこう書いていくんだ。そうですね、あとは英語 の情報っていっぱいあるんですけど、うん、日本語にならないんですよね。すごいなんか面白いニュースとか、なるほど、全然なんない一部なんで、それを本当に日本語でまとめて書くだけで、すごいいろんな人読んでいただいて、でその中でイーストベンチャーズっていう日本のアーリーステージのすごい、うん、まあ、すごい活発なベンチャーキャピタルがあるんですけど、うんうん、そこ のファンドの、創業者の松山タイガーさんが、このブロック面白いっつって、これ誰書いてるんだっつって、うんうん、まだ学生かって言って、でうちでなんかアソシエイト働かないかというか、まあ、インターンみたいな感じなんですけど、で席を貸してもらって、はい、それでいろんなスタートアップに会うきっかけになったりとか、最終的にはちょっとその後の話なんですけど、そのイーストベンチャーズさんに出資していただいて、アメリカでこう挑戦しようかなって、はい、そういう流れです。なるほど。だからやっぱり自ら動いて情報発信したら、そっち側から人が来たってことだよ。すごい動いてからリアクションがあったよね。動いてなかったら何もないもん、ね、だからやっぱ8年ラジオのもすごいですよ。いやそこ期待してないから。それは置いといても、でも卒業してすぐ渡米しちゃったでしょ。はい、そうですね、英語も全然できなかったですね。これそうなんですよ、まあ、読み書きはできても喋れなかったってこと。日本の英語教育ですね、読み書きできるけど喋れないっていう。そうですね、しかも日本の英語教育も僕サボってたんで、全然英語も本当に行って勉強して、でスターバックスの注文ももう本当に大変みたいなぐらいのレベルでした。それなあります、あるあるですよね。私スタバは日本でももたもたします。それ君相当やばいけど。あんま言ったことない。いやそうなんですよ、だからもう全部聞こえないやつ全部イエスって言っちゃうみたいな。なるほど。これもあるある。あとなんだ、あとこうドーナツ頼もうと思って、うんうん、オールドファッションのドーナツがあったんで、うん、オールドファッションドーナツくれって言ったら、うん、ドーナツ5個ぐらいだったんですけど、5個全部詰め出して、うん、オールドの古いのオールドがオール、全部のオールだと思ったらしくて、ドーナツ5個、5、6個買わされましたね。でもオール用も知らないんで。5、6個でよかったな。そうですね、全部何十種類もあったら大変なことに。はい、そうか。まあ、そんなレベルで渡米して、今はねエニープレイスって仕事、会社どういう仕事なんですか今。そうですね、エニープレイスは会社は、うんうん、やってる事業はですね、はい、大きく2つあってですね、1つは、はい、ホテルを賃貸できるこうマーケットプレイス、 Airbnb のようなものを提供していて、うん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 、でホテルって大体1泊200かですけど、我々のそのプラットフォームを通じてもう1ヶ月2ヶ月借りれる長期宿泊できるプラットフォームを一つやってるのと、うんうん、去年ですね、新規プロジェクトでエニペイセレクトという、リモート環境完備のサービスアパートメントの事業ですね。それこそ私も今そこに住んでるんですけど、高速インターネットとこういうカメラ、ウェブカメラ、あとは、スタンディングデスクとか仕事の椅子とか、うん、モニター全部完備で、もう滞在先で Wi-Fi の遅さとか仕事環境に心配する必要はない、はい、宿泊施設を今作ってます、はい、そうそう、これちょっと解説すると、もうめちゃくちゃホテル高いのよ、普通に頼まると。で長期出張とかだと莫大に金かかるんだけど、はいはい、エニプレイスさんがすごいなと思ったのは、どんなホテルでもね空き室あんだって。あ、それをあらかじめバルクで抑えといて、二次販売みたいにするもんね。そういう風に来る人たち向けに、まあ、ある程度の金額で貸せるっていうビジネスですよね。合ってる、まあ、そうですね、そんなの、はい、ニュースで見たことがあります。あるの？
へえ、はい、日本のニュース、はい、何のテレビ？テレビで地上波の民放のニュースで私見た覚えがある。あるすごい、はい、だからこういうね、水瀬さんも知ってるという、特に外国行かないけど、そうですねっていうのが一つなんだけど、でも旅行者がいないと成り立たないビジネスだったんだけど、これをコロナの状態になって今度はリモートワーク用に使う部屋を作ったんです。しかもかつこれすごいなと思ったのは、Wi-Fi が遅くてどうにもなんないっていう場が結構多いんですよね。あ、はいはい、それを完全に仕事にストレスないような Wi-Fi を完備して、机とあとネット環境でネット会議が世界中でできるようなのを完備した部屋を貸してるんですよ。助かるでしょ。ですよね。僕そうです、はい、これがねやっぱね、やっぱ僕ちょっとコロナになって、そのこのビジネス2017年からやってんでしたっけ。それぐらいですね、はい、2017、今から5年ぐらい前からですけど、やっぱ3年ぐらいでものすごく成長したんだけど、はい、コロナでどうなっちゃうのかと思ったら、うん、すごいやっぱりね早いですよ変化が。なるほど。あれコロナになってどうだったんですか、対応って。やばいと思ったでしょ。そうですね、コロナ始まった時は本当にやばいと思いましたね。お客さん移動しなくなりましたし、今入ってるお客さんも出てっちゃうような感じだったんで、すごい売り上げはもう本当半分以上減ってみたいな。やっぱりだってちょうどね、で、うん、あ、どうぞ、はい、でもその一方でコロナって考え方変えてみると、そういう人々 の生活の仕方とか大きく変えた部分もあるんで、あ、そこすごいチャンスだなと思って、うんうん、そのやっぱ変化にチャンスがあるんで事業って。ですごい、やっぱ本当そこのリモートワークって本当にアメリカすごい一気に普及して、でそれは本当にコロナ後の世界もこう続いていくようなイメージがあったんで、だったらなんかその我々扱ってる商品って、その人々の働き方変わって何が変わるかなって考えた時に、やっぱりコロナ後の世界って滞在先からこうやってズームのコールするとか働く人ってもっと増えると思うんですよね。でコロナ前の世界って宿泊施設って寝れればよかったんで、多少 Wi-Fi 遅かったりとかデスクが小さくても我慢できるんですけど、コロナ後の世界はどんどん変わっていくだろうと。でそういう宿泊施設ないんで、じゃあないんだったら自分で作っちゃえばいいやって話で去年、はい、スタッフさせて、それがもう今絶好調です、はい、すげえ。だからさ、すごくない？なんかもうそもそも、あ、ちなみにこれ2017年から今のビジネスを始めて、はい、もう絶好調でずっと来てんだけど3年間ぐらいずっこけた経験があるっていう、ね、あ、その前にそう、これはねインターネットで皆さん内藤里代さんの記事いっぱいあるそっちで読んでください、はい、ずっこけて2個目のビジネスですね、これね。2個目、そうですね、もう2個、まあ細かく言っちゃうと2個以上なんかいろいろあるんだ。事業会社始めた最初は本当に全然うまくいかなくて、いろんな事業コロコロ変えてというかいろいろ試してやって2年間ぐらいでたどり着いたのが今のその、はい、そうなんですよ、事業ですね、はい、だからちょっと簡単に言ってるように見えますけど、やっぱりすごい失敗をして経験をした上で今のビジネスにたどり着いてるし、うんうんうん、あとやっぱその挑戦が早いですよね。そうですね。で今回もコロナでただ指くわえて見てるんじゃなくて、僕やっぱすごいのは、この今のエニープレイスのビジネスを始めた時も、今回のそのエニープレイスネクストだっけ、ちょっとセレクトです、セレクト惜しい惜しい、どっちもないもの、困ってるものをちゃんと見つけてサービスにしてますよね、うん、確かにそうですね。このセンス、これセンスはもともとあったんですか。でもいや、でも環境で身につきましたね。それこそその最初2年間って、うん、やっぱ事業って作り込んでやってで潰してっていうサイクルってやっぱ早い方がいいんですよね。その、あ、確かにダメなものっていくずっとやってもダメだし、で小さく作ってで作り込んでもダメなんですよ、時間とそのリソースかかっちゃうんで。だから本当小さいもので試していけるかどうかテストするっていうサイクルをどんだけ早く回せるか、それって事業見つけるのもそうですし、事業をこう見つけた後もこう改善していくスケールしていく時もそのテストのプロセスって早い方がいいんで、なんかそれは身につきました ね、はい、環境で会社始めて、はいはい。でまあ内藤さんもこういう、まあ、と大学卒業してすぐ渡米、ずっこけ続けたけど2017年にこのネイリープレイスのビジネスを見つけ、はい、で今にもうコロナになってもずっこけずに、まあ、そういう風になってったのはやっぱり現地であれですよね、内藤さんを助けてくれた先輩がいるという、これ、まあ、はい、小林さん、そうですね、はいはい、はい、小林清さんが、うん、小林清さんもともと日本でいろいろ会社やっていて、でなんか学生企業で最初コーヒー屋さんやって2社ぐらい潰して借金を負って、あ、その借金をなんか、はい、駅ビルのコンサル事業で返して、じゃ次何やるかって、当時そのモバイルの広告ネットワーク、うん、スマートフォンとかすごい流行ってたんで、そのモバイルの広告のネットワークすごい来るんじゃないかって、それでうまくいって KDDI に会社を売ったんですよ、20億円ぐらいですか、ね、当時やっぱ
スタートアップで、大企業に会社を売るっていう文化が今はありますけど当時はなかったんで、それをなんかこう初めてぐらいの事例でやったんで、2年とかで事業売るみたいなの で、はい、で清さんやっぱそれのモバイルネットワークやって体感したのが、やっぱりモバイルネットワークってどんだけ頑張っても2位にしかないと、国内だと、うんうん、1位ってやっぱ Google なんですよね。でやっぱり本当に1位取るんだったらやっぱり世界でなきゃいけないって言って、その後に渡米してサンフランシスコに来て、で、うんうん、また新しく清さん自分で会社やるっていうタイミング、ちょうど同じようなタイミングで、僕もサンスに引っ越したんですよ。でピクさんさっき言ったブログ読んでいただいてたんで、それでいろいろ知ってもらって、あ来るんだったらちょっとなんか話そうよって言って、こっちでいろいろ仲良くさせていただいて、はい、なるほど。小林清武さんっていうね、愛称清さんですけど、やっぱりそのもともとスタートアップで会社作って売却をしたお金、すごく次 の投資をするっていうことです。もう小林清武さん自体はこうサンフランシスコに結構前から住んでたわけでもないんだ。そうなんですよ、1ヶ月、僕より1ヶ月前ぐらいですね。あらあらあらでもその会社としてはすごい清田さんの先輩なんで、いろいろ教えてもらったりとか、うんうんうん、やっぱ一番最初の投資は清さんがしてくれたんで、それでこっちで会社やりなよって話で、わやっぱ清さんいなかったらもうこっちでできてないですね自分も。これやっぱね、先輩がいてバトン渡していくって M&A に近い形ですけど、あ、はいはい、そう繋いでいくっていうのをちゃんとできてると僕はこれ思っていて、これで内藤さんも今ね、新しくこのサンフランシスコでビジネスしたい人になんかいろいろ教えたり支援してるんでしょ。あ、そうですね、もう僕32になるんですけど、やっぱり20代前半でこっちでやるっていう、僕が来た頃の年でやるって人全然増えなかったんで、なんかそういう人たちもしやる気があって、でこっちでねやるのをこうなんか壁を感じるんだったら何か力になれるかなと思って、でそういう人たちを集めて、でこうどうやって事業を作るとか、どうやって資金調達するみたいな、ちょっとこう一緒にこう頑張って作っていく形で、それで本当に増えましたね。 5,6 人若い人増えたんじゃないですか。みんな資金調達して、はい、数千万円で調達して、はい、こっちでやってます、頑張って。すごい、すごいですね。これね、ペイパルっていうね、まあ、電子決済の最初の会社が、はいはい、まあね、ピーター・ティールさんっていう人が始めてます。彼がもう巨大グループを作ってペイパルマフィアって言われてるんだけど、マフィア、そう、仲間を作ってるからね。あれイーロンマスクなんかもそうだけど、で、はい、内藤さんは多分エニープレイスマフィアを多分これから作んねえかそうですね、素晴らしいなったら素晴らしい。でもやっぱりいろんな人が日本で、日本人にこっちに挑戦する人が増えるとお互い助け合えるん で、こっちの現地の投資家を紹介したりとか、うんうん、現地の採用とか現地に困ったこととかだって共有できるんで、やっぱそういうつながりって、ね、本当、はい、まあ群れるの良くないですけど、ただ本当にみんな挑戦するって気持ちで来てるんで、すごいその助け合えるんで、はい、だからこの挑戦するマインド持ってる人にチャンスを与える空間作れるっていうのがいいと思うんですよね。日本人ってやっぱ言葉が分かんないから引いちゃうじゃん。そうですね、これをちゃんと入り口として現地に人が、日本の仲間がいるっていうのはちょっと多分助かると思うんだよね。そうですね、だいぶ違いますよね、はい、だからそう なんとかね我々もですね、コロナなんだって世の中変わってきてますから、日本人がこう挑戦するためのこうなんかチャンスというかね、うん、アイデアをねちょっともらいたいなと。ちょっと後半そんな話を、はいはい、では後半は今後生き残っていくため私たちが今すぐやるべきことというテーマでお話を伺います。萩原直也のスロートーク。メロワークスは東京、埼玉、神奈川を中心に関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています。全店ドリンクバーが無料でつき、地域最安値を実現。一人カラオケも大歓迎。子育て世代にも優しい特典があります。大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしています。お客様に廉価で楽しい時間と空間を、それがメロワークスのモットーです。萩原直也のスロートーク。はい、そんなわけでちょっとね、すごい元気に出る話前半来ましたけど、はい、ワクワクしますね。で僕らはちょっとずっと日本にいるんでね、うん、あれですけど、海外とか、まあ、サンフランシスコから見てこう日本のビジネスの状況とかどう見えます？ズバッと。そうですね、うん、はい、まあ、私はまだ経営者駆け出しで全然偉そうなこと言える立場じゃないですけど、
やっぱ私スタートアップ の業界の方が詳しいんで、うんうんうん、日本はその、まあ、暗いことばっかり言っても良くないと思うんですけど、うん、前向きなやつスタートアップ、はい、スタートアップはすごいやりやすくなってますね。そしてエンジェル投資家も増えてで、うんうん、ベンチャーキャピタルとか事業会社でスタートアップに投資するみたいなのもすごく昔よりも全然増えてるんで、あとは、うんまあ、それこそ買収とかエグジット先も会社が買収するとか、うんうん、上場だけじゃなくて、うん、で上場する会社もその1000億超えるようなユニコーンのような会社も出てきたりだとか、うん、だから環境ってすごい、まあ、良くなってるとは思いますね、うんはい、なるほどね。ただ僕はやっぱちょっと日本で起業するのと、はい、ここサンフランシスコで起業するのって最初から日本で起業する人はやっぱマーケットを日本で最初捉えるって、ねうんうん、そっからワールドワイドに行きづらいんですよね。あでもサンフランシスコで起業っていうのは最初からワールドワイドだから、なるほど、そのスイッチするっていう手間がないというか、最初から世界を見た上でまず最初にサンフランシスコ、日本で起業するとどうしてもやっぱ日本の市場ってすごく特殊ですよね。あ確かにそうですよね。日本語で日本円で日本人相手にやるのを始めちゃうと、そこからコンバートするのも結構大変だと思ってる。確かにこれどう、うん、まさにそうですね。日本とこっちあるのの大きな違いって、もちろん日本人こっちあるのって大変なんですけど、アップサイドありますね。同じ事業でもこっちで当たると全然売上とか評価額が違う。例えば、うんうん、カレンドリっていう、うん、カレンダーでスケジュールする簡単なこう、うんうん、アプリみたいなのあるんですよね、うんうん、そのツール、うんうん、本当になんかおもちゃみたいなツールなんですけど、うんうん、それっても英語圏ですごい世界中で使えてて、うんうん、でこっちはそれが時価総額今3000億円はい。でも日本と同じ事業やっても、同じ日本と同じ事業やってもせいぜいなんか数十億とかの事業だと思うんですよ、ね、評価額でも、はいはい、でも実際それでも世界中で使えててサブスクリプションで月々なんかこう1人、日本円で言うと900円とかそんな払ってビジネスマンが使ってるんですけど、それでもやっぱりユーザー数がいっぱいいるんで英語圏世界中で、だからそれだけでも売り上げも、まあ、かなり出してるんで、うんうん、だからアップサイドがありますよね、こっちやるっていうのは。そうだよね、はい、違いです。そうだね、こう明らかに最初から英語で始めて世界で、うん、英語で始めてしまえばとりあえず世界中でやれますもんね。そういうのもあるやっぱり。そうですね、はい、うん、で英語で始めるとこっちのベンチャーキャピタルとかこっちのそのどうやってこれを世界に広げるっていう知ってる人を味方につけられるじゃないですか、うんうん、でそういう人たちにノウハウもらったりとか出資してもらったりとか、うんうん、入社してもらうみたいなことができるんで、やっぱり強力ですよね、うんうん、英語っていうものを使えるのは。であとやっぱ一つ大きな違いは、日本で会社始めちゃうと日本で上場するじゃないですか基本的には、うんうん、日本で上場しちゃうとこうリスクを取って事業を世界に広げろってなんないんですよね。やっぱり株主に利益出せとか、そんな海外なんて行くなって言われるじゃないですか。ただアメリカって違くて、アメリカは上場する敷居が高いんで、うん、100億とか200億とか売上作んないと上場させてくれないんですよね、うん、だから、うん、そのプライベートの時に VC がお金入れても世界取ってこいと、で100億200万円作るまで、うん、リスク取ってやってこいって変わっちゃうんですよ。でベンチャーキャピタル そのファンドサイズもでかいんで、うん、正直最近 のスタートアップだとユニコーン1000億、うん、2000億だと、ベンチャーキャピタルからしてもちっちゃいと、うん、1兆2兆で上場してほしいと、じゃないと儲からない、うん、なのでだからその圧力が違うんですよね。日本の VC はもう上場してくれとでリターン出させてくれと、で上場しちゃった上場しちゃったでパブリックマーケットの、ね、株主からもうリスク取んなと利益出せと言われるんで、そのこう力学が違いますよね。なるほど。これ僕ねやっぱお金を日本の場合握ってる会社って大きい会社も多いんですけど、はい、サラリーマンってこだわりですけど、やっぱり雇われの人がお金を動かしてるケースが僕すごく多いと思ってんですよね。ほうほう。そうするとすごく自分の評価だけになっちゃうから発想が狭いですよ。なるほど。どうですかその辺は。ちょっとそれもありますね。あと、うん、アメリカとこっちのお金出しの違いがアメリカの場合はキャリーがもらえるんですよね、出資者。例えば VC で社員として働いてても、うん、その自分が出資した会社が当たればその一部が自分に入ってくるんですよね、そのリターン、まあ、それキャリーと呼んでるね。はい、Airbnb とか Uber みたいなの出資が自分ができれば、うんうん、ファンドにもリターンあるし、うん、自分個人にもそれこそ数億円とか数十億とか入っていくような仕組みになってるんで、はい、夢がありますよね。夢は確かに。でもだからこそでっかい事業作ってほしいじゃないですか、からしても、うんうん、なるほど。だからそういう仕組みがやっぱり進んでるんで、その、うん、よりこうスタートアップをこう大きな事業を生み出しやすいような環境になると思います、うん、なるほどね。
だまあちょっとね本当に聞けば、まあ、確かに時価総額だけ見てもね、あのガファムって言われてるあの上位5社ぐらいで日本の全体の市場価値ぐらいあるからね。ああそうなんだ、うん、だからそういうの考えてもお金の集まり方もそうだし、そうどうしてそう変わるかっていうと、その背景事情がこれだけ違うっていうね。でも実際これまあ我々日本にいますけど、これがやっぱこうビジネスをこう世界的にやっぱやっていかないとね、この世の中の SDGs だとかカーボンニュートラル含めてこう世界のルールで僕らビジネスすること流れになってますよ。そうですね、そうすると日本のルールだけやっててもね永遠に勝てないですね。っていうことは世界のルールを学んでビジネスすることがこう強くあの求められてんだけど、はい、この内藤さんが見てこう日本の企業がこう今すべきことっていうか、そういうのはどういうふうに思います？あ今すべきことですか。結構いろんな点あると思うんですけど、よく感じるのはやっぱこっちってダイバーシティとかそれはすごい言われますね。例えば多様性ってやつですね。そうですね、スタートアップでも増えてるんですけど、女性のファウンダーが少ないとか、女性の社員が少ない、女性でその要はマネジメントクラスにいる人が少ないってやっぱ言われたりとか、それ女性だし、あとは性別ですね、その LGBTQ その同性愛者とかの人たちの割合がすごい少ないんじゃないかとか、あとは人種ですね、そのマイノリティの人種、その特に黒人とかあとはラテン系の人がそういうスタートアップの業界に少ないとか、やっぱ白人社会なんじゃないかまだみたいなとか言われたりしてて、結構そこにみんな敏感なんですよね。だからどんだけその会社のページ見てもそのまあこうボードメンバーとか取締役とかそういうトップ あのマネジメントクラスにそういう、こうダイバーシティがあるかとか、よりこうあの見られてるようにあのなってるんですよね。だからそこはすごいこうあの違いはありますよね、カルチャー的な。そうか、これ多様性って、あの内藤さんの会社も今社員さん何ぐらいいるんですか？エニープレイスで今17ですね、はい、17人いるんですけど、社長が、まあ、CEO が今内藤さんですけど、人種すごいですよ、ね、写真見て驚いたんだけど日本人ばっかりではないですよね、当然。そうですね、あの私とコーファウンダーの CTO の田中が日本人だったら全部現地採用して、それこそ女性とか人種いろんなバックグラウンドある人を採用して、やっぱ そういう人、そうするとこう偏らないんで、優秀な人がフラットに入ってきやすいあのカルチャーになりますよね。やっぱ固まられちゃうとそうじゃない人種の人って入りにくいじゃないですか、いくら優秀でも、うんうんうん、はい、そうね、これってね、なんかそういう、はい、あのすごい日本人が日本人のグループ統制するのも大変なのに、これは人種のるつぼで、まあ、あの国籍もやることも言葉も風習も違う人たちをこううまくまとめるのってどうやるんですか？まとまんの？そうですね、まとまんなくていいの？まあ、そもそもいや、あの私も勉強しながらやってるんですけど、まあ、日本とこっちの大きな違いって、こっちはやっぱ解雇されることは前提なので、あの緊張感ありますよね。本当プロで、あのパフォーマンスを出してお金をもらうって感覚なんですよ、こっち。本当野球選手とかで一緒で、プロスポーツ選手と一緒で、日本は給料をもらってるから働く感じじゃないですか。なんか、はい、そうだけど、うんうん、ストレートに言われると寂しいな。そうですね、うん、でもそういうイメージで、だからあっちはしたら私あもう明日が来なくていいよって言えるんです。それをあっちもその緊張感を持ってくるんで、僕あの会社ではすごい、年齢一番低い方ですけど、本当にその、あのプロとして接してくれますね、お互い。なのでちゃんとパフォーマンス出して、でそれに対して給料も交渉してくるし、で逆に若くてもそのスキルがある人はどんどんその交渉して再あのどんどん昇格していったりだとか、でもしそれが取んなかったら違うと行けばいいわけじゃないですか、彼らからしたら。確かに。だからできない人には大変ですけど、本当にその若くてやる気あったりとかちゃんと努力する人にはフェアな、あの環境なんで。でちょっと話戻ると、経営はそういう意味だとやりやすいですねその、はい、これでも結局内藤さん威張り散らしてるわけじゃないんでしょ俺をホストやべえとか、はい、いやいやいや違いますねすごい訴えられちゃうし優秀な人やめちゃうんで、あのこれこの感覚が多分ね、日本のこう長いあの、まあ、いいとこもいっぱいあるんだけど、やっぱり偉いっていうことと仕事ができるっていうこととか本来のミッションとなんか勘違いしちゃいますよね。そうですね、長くいりゃ偉いわけじゃないぜっていう、ないですよね、今のだって一番内藤さん一番若い方じゃないですか、うん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 、そういう人たちからもあの社長じゃないボスとか言われるんですか、やっぱ
スティーブって言われる。いや、スティーブですよ。こっちはもうあの下名前ですね。スティーブ。はい。僕ね、呼び方もフラットっていうの一つあるんじゃないかってこう思ってるんですけどね。ああ、なるほど、うん。役職で呼んだりするわけじゃないっていう。そう。だからこう何かこううまくこう事業が回ってくためのなんか小さなことだけど、こういうこともやっぱ関係あるんですよね、きっとね。まあ、そうですね。なんかこう、うん、距離はまあ。日本に比べたらそうですね、なんかこう近くはないですけど、近くはないんだ、でも近くは、近くはないと思うんですね。 あっちの感覚からしたらやっぱりボスがいて、ボスっていつでも自分 の、 あの首切れるっていう感覚でいると思うんで、はい、ただそれをなんか威張り散らすとかプレッシャーかけたりしたら優秀な人はめっちゃうし、で逆にこっちって従業員もすごい立場強い、訴えられるんですよね、いろいろ。だからそういう点ではこう気をつけなきゃいけないことってやっぱ多くて、例えばその面接の時に、うん、年齢聞いちゃいけないし、家族がいるかどうかも聞いちゃいけないし、前の給料聞いちゃいけないし、いろいろアウトなこといっぱいあるんですよ、その聞いちゃいけないことって、はい、あとは個室でその人が見えないところで、社員でも1対1で、うん、女性とかだったら特にミーティングとか食事もダメとか、全然あとが何でも言えるじゃないですか。確かに、すごい説明されたとか、だから3人でいなきゃいけないとか、見通しがいいとこじゃなきゃいけないとか、なるほど。だからこうあんま日本の感覚でやってるとこっちだとこうちょっと危ないというかアウトなところっていっぱいあるんで、それは勉強になりました、ね、なりますね。あ、だから僕今みたいのって日本でやっぱりその言っちゃいけないことだとか、面接の時ちゃんとしなきゃいけないみたいなことは確かにルール的にはみんな学ぶんだけど、うん、それをじゃあどう運用するかっていうことが全然僕違うと思いますよ、今聞いて。そうですね、やっぱりプロの経営者とプロの従業員、プロっていうか本当緊張感があるっていうのが大事だなってすごく、うん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 、こういうことってやっぱり日本にいるとなかなか感じづらいですけど、うん、こう我々が世界に打って出ていくためとかですね、日本の中小企業なりスタートアップなりっていうのがこれからこう10年先20年先考えると本当に今のマインドで国内のことだけやってたらダメじゃないかと思ってるんですよね。だからまずマインドチェンジするとか、何かそういうことで何かこう内藤さんからスティーブさんから見て言えることなんかあります？そうですね、なのでもしこう海外でやりたいとか海外で大きい事業作りたいって人は本当10年20年かけていう期待値でこっち来るのがいいと思いますね。で本当にやり続けるっていうの でやっぱり皆さん日本からこっちやりたいって来る人いるんですけど、やっぱ1年うまくいかないと帰っちゃうんですよね、やっぱダメだから。それって多分期待値があって1年頑張ってやったらうまくいくんじゃないかって多分思ってるんですよ、どっかで。そんなわけなくて、それって長い期待値見なきゃいけないと思うんですね。5年10年かけてもうなんなら一生かけてこっちで大きい事業を作るんだって、そういう気持ちで来るとそれこそ現地のすごい有名な投資家にもそれでね、彼その気概みたいなのは評価されたりしますし、まあ、信用もそうやってるじゃないですか、こいつ1年で帰んないなっていうのも大事ですし、やっぱあとはこっちのスタートアップ、特にスタートアップに限って言うと、やっぱり失敗しても2社3社っていう人やっぱ多いんですよね。あ、で2社、なるほど。で2社目3社目にベンチャーキャピタルは投資したがるんですよね、めちゃくちゃ。だって彼らからしたら失敗したけど経験は残ってるし、うん、信用は積み重なるんで、うんうん、こうモラルに反したことしなければ、うん、潰した理由が、うん、なので挑戦する人からしたら、挑戦し続けば続けるほど2、3目、3社目って前よりも大きな金額を短いスピードで集まるし、経験は残るし、優秀な人を 集める方法も知ってるんで、やり続ける人にはすごい天国みたいな場所なんで、特にシリコンバレーは。だから本当に長く2社目、3社目ってやるつもりで来るのはいいと思いますね。なるほど、これでしょうね。失敗してもやっぱ失敗がプラスに評価されるっていうの全然違いますね。そうですね、うん、日本とね。そうですね、こっちのスタートアップは本当にすごい額調達して、まあ、ちょっと失敗気味で売却するとか潰しちゃうって人もいるんですけど、うん、でも全然2社目3社目やってますから、そうしたら10億20億全然集まってるんで、お金も。だからそこの逆にそれを評価してくれるっていうのはすごいですね、こっちは。なるほどね、だからここがポイントだろうね、やっぱね。そうですね、長く続ける、やっぱそれはまあ真剣度が違いますもんね、やってこうっていう ね現地に根を張ってっていうね、はい、いやー勉強になった。なるほど、だからやっぱりこうそういう方向性でね、ちょっと我々中小企業なりからスタートアップも含めて32歳でしょ、お若い、すげえなー。 でもやっぱりまだ日本人で大きな事業作った人がいないんで、結構日本人だと大変なんじゃないってこう見られたりすると思うんですけど、うん、ただアジア人ってくくりだと今使ってる Zoom のファンダーのエリックって、うん、中国人で
年取ってから来たんで、結構英語もめちゃくちゃなまってるんですよ。その上手いネイティブの英語じゃないんですよ。それでもこんだけ大きな事業作れたし、うん、私がしたらすごいヒーローみたいな存在なんで、うん、もうエリックができてるんで無用気できないんですよね、英語がとか。なるほど、はい、なるほど、はい、そうか、なるほどね。英語はそんなに重要じゃないという、まあできなきゃダメだから、うん、そう、大変そうですね、重要なんだけど一番の理由にならないですね、それが理由でこっちできないとか。なるほどね、だからそういう意味じゃまあちょっと陳腐ですけど熱意はいるよね、絶対成功しようっていう、なんかこっちでやろうっていうね。なるほど、ちょっとね、とりあえずあのめちゃくちゃなんか励みになるようなこといっぱい聞けたの で、ね、ええ、ちょっとね、これ聞いてくれてる、まあ、若い経営者もいるし、まあ、ビジネスパーソンもいるし、まあ、中小企業の社長もいますけど、ちょっとね向こう10年考えてちょっと戦略的にですね、ちょっと海外でビジネスするっていうのを考えてもらえばなと思います。はいはい、今日どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。萩原直也のスロートーク。日本一おいしいどら焼きをはじめ、中尾清月堂には春夏秋冬季節をお届けできる一品がいつもあります。味わい、彩り、時を受け継ぐ技、心をつなぐひとときのために伝え愛された菓子心、富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんか。スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。萩原直也のスロートーク。はい、というわけで今日は今後生き残っていくため私たちが今すぐやるべきことというテーマでお話を伺いましたが、内藤さんいかがでしたでしょうか。あのすごく楽しかったです。記念すべき、はい、100回目に。素晴らしい、ありがとうございます。でもね、やっぱね、あの冒頭にちょっと話したかもしれないけど、これ8年やってるじゃないですか、はい、やっぱり内藤さんも8年ぐらいこう、うんうん、現地で頑張れるっていう、やっぱりもう帰ってきちゃう人もね多分多いと思うんだよね。だ続けてられるって僕はサンフランシスコで、そうだ、世界で一番激しい戦いがあるところでしょ、うん、確かに。そうですね、はい、よくでも耐えてられるよね。でもそれもやっぱりあの先ほどお話したキヨさんとか、あとこういう仲間一緒にこっちやってる人たちがいる、うんうん、彼らも挑戦してるんで、うん、一度も帰りたいなと思ったことないですね。やっぱ楽しいんで、大変ですけど、はい、見習いたい見習いたい、そのマインドそうか、これはどういうマインド、どういう生活をすればこのマインドになるかはちょっと別の機会にまた聞きますけどそうですね、やっぱ楽しそうだもんね、うん、そうですね、やっぱりすごいなんかこうフロンティア感があるんで、で、うん、それこそ日本人で大きな事業を作る人はまだいないんで、それをねみんなで目指して頑張るっていう、で同じみんな環境じゃないですか、だから、うんうん、楽しいですね、大変ですけど、はい、うん、僕もねちょっとあの、まあ、たまに行ってちょっとあの現地でねあのご飯食べるぐらいのことですちょっと、まあ今もう、まあ、半世紀以上生きてますが、ちょっとねでもチャレンジしていきたいっていうのはやっぱこう内藤さん見てると思いますよ、うんうんうんね、スティーブのおかげで僕もちょっとあの成長できる気がしますので、本当にスティーブさんの恐縮です。いろいろ、いやいやいや、あの萩原さんにはお世話になったので、いや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 こういや、こういう人にそうやると相当恐縮ですが、まあそんなわけでちょっとね現地またここ数、まあ、まあここ2年ぐらい行けてないけど、ちょっと行ったらぜひまたいろいろ新しいお話を聞いてですね、はい、私もちょっと日本の方にあの伝えていきたいと思います。今日本当ありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございました、はい、さて次回は8月1日の放送です。お楽しみに。それではまた来月。内藤さんありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。